まで泣きそうになってしまったんですけれど、出席番号30番、四つ葉さつき役の井上直美です。はい、皆さん元気ですか？ネギマ大好きですか？肉まん大好きですか？今日も30個食べてください。はい、って感じで、はい、あと2人喋ったらもう終わってしまうんですけど、もうなんかこの空間が本当に、はい、もうなんかすごく終わってしまうのがかなり寂しいんですけど、本当に今日はどうもありがとうございました。はい、出席番号19番、チャオリンシェン役高本めぐみです。もう震えが来ていて、呆れられつつ、キャストの皆さんには本当に支えていただいて、キャストの皆さんありがとうございました。そして一緒に作ってくださったスタッフの皆様ありがとうございました。そして今日こちらにいらっしゃってくださった皆さん、スタイリウムすごく綺麗だったです。みんなの顔ちゃんと見えて、応援の声がちゃんと届いていました。このクラスに入れて本当に良かったです。どうもありがとうございました。泣くな、私も我慢するから。泣くな。出席番号3番、朝倉和美役の笹川彩乃です。今日はさりげなく髪型を和美ちゃんの真似をしていました。気づいた方はいらっしゃったのでしょうか？DVD を買って確認してみてください。本当に今日はありがとうございました。皆さん気をつけて帰ってくださいね。ありがとうございます。そして神田さん、出席番号8番、神楽坂砂役神田明美です。なんて言ったらいいんだろう。不器用なアスナがすごく好きです。そしてクラスメートがすごく好きです。ネギマを応援してくださる皆さん、スタッフの皆さん、本当に大好きです。長い間本当にどうもありがとうございました。そしてネギくん、はい、担任ネギスプリングフィールド役佐藤里奈です。これだけどうしよう、たくさんのたくさんの方に愛していただける作品に携わることができたというのは本当に本当に嬉しくて、もちろん大変なこともたくさんあったんですけど、でもみんながいてくれて、でクラスの皆さんがいてくれて、このイベントがこういうふうに、盛り上がったんじゃないかなと思います。ここにいらっしゃる全ての皆さんにありがとうと伝えたいです。どうもありがとうございました。
んなで手をつないでフィナーレにしよっか。そうだね、みんなもつないでお隣の人と恥ずかしがらずに面白い光景になってるね恥ずかしがっちゃダメだよ、うん、そうそうそうみんなつないで